うわ、こすったー、こすった、バンカーやめてよ、バンカーやめて、おー、超えた、大丈夫です、よし、うわ、だだ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 、一番入れちゃいけない、うわ、当たっちゃったどう、止まった、これはきつい、閉まってるし、うまい、ストップ、もうナイスナイス、いった、うわ、強い、あー、ちょっと強かったか、やべえ、危ない、ナイス取り、本日初取り、初取り、いい、さあ、長いよ、長い登り、もうティーショットだな、ここのパーは価値があるよ、よし、まあジャンボさんとかね、こう、うん、かつての、はい、自分のスコアが悪くてもやっぱテレビ中継になると、うん、ナイスショットが出るっていう、残り3ホール、ナイスショー、フェアウェイの真ん中、ちょっと飛んでないけど芯食わなかったけど、まあいいか、よしとしよう、うん、今のねクラブとボールって普通に打ったらあんだけボールがこうやって曲がるっていうのは結構難しいんですよ、しかも今フォローだから、うん、それで曲がるってことはやっぱ結構こうやってアウトサイドインから来てるから、それを直すか直さないかは自分で決めた方がいいんですよ、分かったまんま行こうこのまんま行くんだよ、うん、俺でもね本当にゴルフ始めたのが小学校の時かな、うん、はい、おじさんにパターとアイアンもらったのかな、で府中って結構緑があるから、うん、近くの公園にこういう三角の、はい、ここが砂利道っていうか砂の道で、はい、でこういう三角になってて、こういう風に、うん、でここにこういう風に三角に沿って砂利道があるのね、はい、でその後ろがこう芝生があったらまた三角、はいはい、そこでゴルフなんだか分かんないけど、ちっちゃい時にずっとテレビ東京のジャンボさん兄弟の挑戦とか、はい、一番最初に見たのが小学生の時に小松原光雄さんのゴルフ道場、王子プロね、王子プロって、そう、それで王子知らないですからね、そう、うん、で一番最初に買ったゴルフの本が小松原さんの本、それで我流なの俺基本、うん、だから番組とかでプロに教わることはあっても、うん、本当に誰かにティーチングしてもらったってことはないから、うん、その割にいいなと思ってる、そこが基本だから本一冊で来たから、うん、よし、ブラッシークリーンヒットね、クリーンヒット、払う感じ、払う感じ、これも2パターンあるじゃないですか、フェアウェイウッドは払えっていう人、もうあのブラッシーは上から打ち込んだらもうほぼダメですよ、ダメ、ブラッシーは払い打ち、小学生の時本当テレビ東京でずっとやってたんだよね、日曜日の午前中、午前、お昼までなんか2時間ぐらいそうじゃなかったですか、そう4本ぐらいゴルフ番組あったの、で俺あのオーコプロ結構ちょっとポチャッとされてて、はい、なんか好きで、あの無口で、はい、小松原さん喋るんだけど、それが俺のゴルフの基本、うん、おーい、おー、ランデンのよこれが、オッケー、結構いってんだよあれこのクラブでターフを取れるんだからさ、打ち込んじゃってるってこと、うん、いやいや、いいんですけど、やっぱちょっとアウサイドインすぎるからね、やっぱ向きが俺のね、うん、
よし歩くか。あ、本当だ、これだろ。え、本当にブラッシーだ。ドライバーよりは明らかにちっちゃいもんね。うん、秘密兵器なのこれ。だからこれはティーショットが苦手な人が ドライバーの代わりに使うクラブで使ってもいい。あとはやっぱ俺みたくチョロとかやっぱアマチュアは出た時にミスしてもランが出るから、うん、だからなるべくちょっとでもやっぱ沈んでると打ちづらいから、うん、フェアウェイにあるとかライが本当よっぽどいい時に距離稼ぎたい時にミス少ない、うん、ナイスショットするとやっぱ210ぐらいいくから、うん、いやなんとかパー。ここのパーはね、ここのパーは価値があるけどまだ遠いな。遠いよ、まだ200はあるでしょ。もう一回かなそれ。あると思いますよ。え、だけどこんなゴルフが好きなんだから、こうもうちょっとだけこう軌道を変えたりとかさ。一時ね、うん、ドロー系のボールを打ちたくて、うん、横スイングにしたことがあるんだけど、うん、あまりにもブレちゃって右左行っちゃうんで戻したの。うん、なるほど。江津さんはゴルフのきっかけは？僕はあのあれですよ、親と兄貴とやってたから。あ、そうか、はい、海外育ちだからねいやいや、始めたのは日本ですよ。どの辺で面白くてプロになろうと思ったんですか？もう始めた頃から。そうですね、まあ、小6の終わりに始めて中1から先生について。ああそうなんだ。一番最初についた先生って、もう小学校の時にちょっと教えてもらったのは宮本留吉先生ってさ、もう本当の伝説のプロですけど、うん、日本オープンも何回3回ぐらい勝ってるのかな、うん、宮本留吉先生で教わって、その後田波良平先生、すごい、師匠だから伝説でしたね。100、これは100いくつだ、150、170、上り入れて、これマイホール上りだね、よく考えたら、うん、100いくつですかね。165なんで、まあ、150、少し上り中ぐらい見た方がいい。160、6番アイアン。あー、じゃあ言うかな、言うかな、うん、言うで言う、さっき失敗したユウでカムバックですよ。ユウの4か5か、どっち、どっちがいいですか。5でいいかな。6番で155だから、ユウの5だね。5だね。一応持ってって、こっから166でしょ。166、13は153、上り163、寒いから167、フォロー162、ユーゴー、ジャニーさんみたいにユーゴー、うん、これはちょっと安全に花道バンカー嫌だから、お左目から、理想はね。そう、しかもフェードだから。内緒と転がれば届くよ。あーあー、キック終わり、逆行った。ナイスプレーだけどさ、ターフがさ、ここ向いてんだよね。そうなんだ、からやっぱアウトサイドインなんだなもうちょっとこのくらい、ターフこのくらいだったんだけど、ここだからね、ここだからね、こういってこういっちゃってるってことなんだな。あ、そうだね、ゆっくりやるとこうなってるもんな。これフォローをこっち行けばいいってこと。そういうことだね。それかもう向きを変えちゃうからですよ。怖い、うん、それは怖い、うん、フォローでちょっと意識してみて、もうヒントを上げても全て無視だって怖いんだもん1回目のあのノンフィクションゴルフけどこれをさ、意識は軸に
変えてって1年間とかやったら、そうね、うん、だから同じ、それが本当のドキュメントになるもんね。同じ人に教わんないとダメだよね、うん、同じコースでね、うん、ね、比較できるもんね、同じコースで毎回やってたら。だから宮原さんみたいに練習しないけど怖いからこうやってやってっつって言って変わるかどうかっていうのもいいことじゃない、うん、そしたら練習しなくても上手くなるっていう証拠にもなるじゃん。なる。でだから江津さんに練習、俺みたいに、打ちっぱいきません、うん、楽しみたいですっていう人用にの教え方を考えてもらう。そんなの無理、無理な気がするけど。そんなことがありえるんでしょうか。その練習しないけど上手くだけさせて、スコアだけ良くさせろということが、あのよ、僕の技術にあるんだろうか。あるある。それでこそプロでしょ。そうですか。プロと同じ理論をアマチュアに押し付けてもダメっていうことですよ。根本が違うんだから、うん、ね、間違いない。だけど頑張ったらパーチャンスあるんじゃない。あるね。うん、これも優しくないんだよね。それダメ、ネガティブになっちゃダメ、うん、だから頑張りましょうってことですよ。どの辺に落とせばいいですかね、目標は。からこれはもう、グリーンの手前 でワンクッションさせてほしいですね。フォローだから OK。 フォローで意外と向こうに速そうじゃない。もうちょっとタッチ合わせて、もうちょっとちょっとちっちゃい、あのさ、そこだけ見ないで素振りでも打った、そこ落ちるっていうイメージで、あー、うっ、そう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 、うっ、うっ、そう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 、ちょっと強い、ちょっと強い、止まる、止まる、まあまあか、止まった。上手に打てた、打てた。ボール左だしね。こういうのさ、もう今のとか結果最高じゃないですか、うん、けどこれ宮根さんさ、こ向こうみたいでさ、これかな、これかなってやってても脳は全然、自分の感覚だけは、あ、やってみて、そのあのこのお手本の素振り、これがボールにあるとしたら、はいはいはい、ここだったら、こうかなぐらい。すごいね、パントマイム、グッド。今もうグッド。中村雄二さんに弟子にいたでしょ。だ、今のはこの辺に落としてるんですよ、素振りが。でも今ちょっと球が上がったくれた分、ちょっと止まってくれたから、そうそうそう、ボールが左だからね。もう最高のパーチャンスよこれ。このホールでパーもでかいよ、奇跡の。うん、皆さん一応これ直して、あ、ディボットね、うん、これボールマーク、自分で直す癖つけて、この上 を通りたいんだけど、うん、それでそれそんだけしへこんでると、それをきれいに真っ平らに直す癖をつける、うん、左からの風だからね、どう読むか、しっかり打ててたら、あの今直したやつの、まっすぐってこと？右縁。え？今直したやつの、ちょいフックってこと？うん。通したいのはここじゃないですか。オッケー。だからこれももしかしたらライン上かもしれないね。あそこね。これ今日最大の山間の可能性があるからね。優勝戦線に残れるかどうか。うん、残れるかどうか。まあ信じて、あんまり切れないから大丈夫。オッケー。いや、引っ掛けてるな。引っ掛けてるか。あと左向いてんのかもしんない。もう左向いてる、左向く癖がある。これで4回左。はあ、
これでも返しを外しちゃダメなんだ。ああ、よく入れた。ナイスボギー。悔しいボギー。今これボールの中に入れた？ちゃんと。入れなかった。入れなかったよね。忘れてるよね。ちょっと忘れてたなと思った。やっぱフックラインは本当に全部中入れよう。スライスを今までの打ち方で。そういうこと。フックは中入れよう。今日はこれが、皆さん、スライスはそのまま。フックは一個中へ。覚えておきましょう。あ、でも俺だけか。そうです、そういうこと。他の人やっちゃうと逆に変なになっちゃう。だけど、あの、本当にそれやっちゃダメだけど、今日どうしてもこう引っ掛けてるとかって言った時はやっぱボールの位置変えるのが一番アマチュアの人もね。あ、自分が引っ掛けてるってことはちょっと入れるってこと、ね、そうそう、逆にちょっとこの中に入れる。逆に押し出してたら前出す。そう左の方にね。だからゴルフって本当にアマチュアの難しいのは、自分でそれを判断しないといけないわけです。そういうことです。たまにいるけどね、あのハウスキャディーさんでも、上手なキャディーさんはもうちょっとボール中入れた方がいいわよっていう。あ、もう追いついちゃう。